裏世界ラボ。僕の名前はウィリー・フランシス。貧しい黒人の家庭に生まれた16歳だ。平穏な毎日を送っていた僕だったが、ある日僕の日常が壊れてしまう事件が起きた。そしてその事件は本当に予想もできない出来事だった。僕は離れて住む姉妹の家を訪ねるために旅行中で、大きなスーツケースを持っていた。麻薬密売人を捜査中の警察官は、貧しそうな黒人少年である僕を疑って呼び止めた。そこの黒人少年、こっちに来て、そのスーツケースの中身を見せなさい。当然のことだが、僕のスーツケースから麻薬の類は出てこなかった。でも僕の所持していた財布が、およそ9ヶ月前に金銭目的のために殺害された薬剤師のアンドリュー・トーマス氏のものだと分かった。僕はその場で逮捕され、殺人容疑で拘留されてしまった。僕は人なんて殺してない。僕は何も知らないんだ。僕は取調室に連れて行かれると、犯行の自白を迫られた。おい黒人野郎、お前がアンドリュー・トーマス氏を金銭目的で殺害したことは分かってる。罪を認めて自白するんだ。僕は狭い取調室の中で何度も何度も自白を迫られ、精神的に参っていた。僕は何もやっていないのに、警察は僕を犯罪者だと決めつけている。誰も僕を信じてくれない。強情なガキだな。でもお前が知らないふりをするなら、とんでもないことになるんだぞ。お前は本当にそれでもいいのか？そんな、僕はこれからどうなるんだろう。僕は警察官に自白を強要され、アンドリュー・トーマス氏殺害に関する供述書を警察に言われるままに書いてしまった。僕は盗んだ銃でアンドリュー・トーマス氏を殺害し、黒い財布と懐中時計を盗みました。38口径の銃は捨てました。これに間違いありません。僕が書いたその供述書には、自白を強要していない証明書も含まれていた。強情なクソガキがやっと罪を認めたか。僕はその時、辛い取り調べから解放されてホッとしていた。でも後になって、僕は自分が書いてしまった供述書の重大さに気づき始めた。僕は供述書を書いた次の日に、自分の無実をまた主張した。僕は無罪だ。人殺しなんてやっていない。必死になって自分の無実を訴えたが、その言葉に耳を傾ける者はいなかった。黒人のクソガキが今さら何言ってやがる。今になって自白を取り消せるはずがないだろう。どうして僕はやってもいない殺人の供述書を書いてしまったんだろう。僕は身に覚えのない殺人の罪で裁判にかけられることになってしまった。裁判が始まってすぐに、この裁判が茶番であることが僕にも分かった。裁判当初、僕には弁護人すらついておらず、後からついた弁護人も、彼が無罪である証拠がないと言って、ほとんど弁護をしなかったのだ。貧しい黒人の家に住む僕に、ちゃんとした裁判をしようなんて誰も考えていなかったのだ。殺害に使われたと思われる銃は、犯行現場の近くで発見されていたが、裁判が始まる前に指紋を取られることもなく、理由不明の紛失とされていた。そして裁判開始からわずか2日後に、僕の判決は下された。被告人ウィリー・フランシスは、強盗殺人の罪で死刑に処す。そんな、こんな馬鹿げた裁判があっていいのか。こんなデタラメな裁判で僕の死刑が決まるなんて。12人の白人の陪審員と裁判長の満場一致で僕への死刑判決が下された。そしてこの判決が覆ることは決してなかった。僕の死刑執行は1946年の5月3日電気椅子で行われることになった。そして死刑当日、僕は死への恐怖に怯えながら死刑が執行される部屋へとやってきた。どうやら刑の執行担当の職員2人は酒に酔って酩酊していたようだった。お前が強盗殺人のクソガキか。貧しい黒人の家の子だからって強盗殺人は許されん。今から俺が罰してやるぞ。酒に酔った刑の執行担当の職員は、僕の体への死刑の準備を雑に行っていた。そして刑の執行担当の職員は、あばよウィリーと一言軽く言って、電気椅子を作動させるスイッチを押したのだ。刑の執行の次の瞬間、僕の体は電気椅子の上で震え始め、耐えられない激痛の中で叫び声を上げていた。外してくれ、外してくれ。電気椅子にかけられた僕は、全身を無数の針で刺され、右足をカミソリの刃で刻まれているような痛みを感じていた。僕の体は電気椅子の上で跳ね上がり、振動が止まらないまま1分間くらい跳ね続けた。そして僕は死んだと思った。でも僕は死ぬことなく、その場でまだ生きていたのだ。僕への死刑執行は、酔っ払いの職員の不手際で僕に苦痛を与えただけの失敗に終わった。刑の執行の直後で意識が朦朧としていたが、まだ酔っ払っている刑の執行担当の職員は笑いながら僕にこう言った。今回は見逃してやろう。来週また会う時は鉄の棒を持ってきてやるからな。僕の死刑執行の失敗で、すぐに死刑やり直しのスケジュールが組まれようとしていた。
でもこの時、法的手続きに疑問を抱いた僕の父が弁護士バートランド・ド・ブランに依頼し、異議を申し立てたのだ。二度も電気椅子を受けさせるのは人道的に問題がある。俺はウィリーを死刑にさせない。父の依頼で事件の詳細を調べ始めたド・ブラン弁護士は、以前に行われていた調査がとんでもなくずさんであることにすぐに気づいた。なんだこの調査は。ウィリーは無実の罪を着せられている。まず殺害に使われた銃はセント・マートンビルの副保安官が所持していたものであった。そして被害者であるトーマスは以前町の女性に不倫関係を持ちかけ、それに激怒した副保安官はトーマスを銃で脅し殺害をほのめかしていた。おいトーマス、次におかしなことをしたらこの銃でぶっ殺すぞ。僕がトーマス氏から奪った時計を売ったとされる宝石店の店員は僕のことを見たことがないと証言した。俺はこんな黒人の少年を知らないよ。時計を売りに来たのは別の誰かだ。トーマス氏の隣人は彼が殺害された日、銃声の少し後に車のライトが点灯して走り去るのを見たと証言したが、僕は車を運転したことが一度もなかった。僕が車を運転して逃げたって？僕は車を運転したことが一度もないのに。銃弾はトーマスの背中と頭部といった人間の急所に確実に打ち込まれており、銃の扱いに慣れた人間の犯行であることは明らかだったが、貧しい家に生まれた僕は銃の扱いを知らなかった。銃の扱いを知らない少年が確実に人間の急所に銃弾を打ち込めるはずがない。この調査はデタラメだ。ド・ブラン弁護士の調査により、事件の捜査も審議も極めてずさんであったと判明した。でも、すでに判決が下され、死刑が一度実行されている以上、その判決をひっくり返すことは難しかった。ウィリーは明らかに無罪だ。でも、一度死刑判決が下されている今、どうすればウィリーを救えるんだ。一度下された判決を覆すことができないと判断したド・ブラン弁護士は、2回も死刑を行うのは、非人道的であるという主張のみで最高裁判所まで争った。そして人々はド・ブラン弁護士の主張に賛成するか、僕が無罪だと思っていた。ド・ブラン弁護士は最高裁判所の判事を必死になって説得した。一人の少年に二度も死刑を執行するなどあってはならない。何人かはド・ブラン弁護士の主張に賛同したが、多数決5対4で再度僕の死刑執行は決まってしまった。ウィリー、君は無実だ。判決の不服を申し出よう。ド・ブラン弁護士は僕にこう言ってくれたが、僕は理不尽な裁判の全てを受け入れる決意をして、ド・ブラン弁護士にこう言った。僕の母は病気で、これ以上ストレスを与えたくありません。そして1947年5月9日、僕は再度電気椅子に座らされた。言い残すことが何かあるかという刑の執行職員の質問に対して、僕は全く何もありませんと諦めの気持ちでそう答えた。刑の執行担当の職員の手によって電気椅子が作動するスイッチがついに押された。それは僕が二度体験する絶望の悪夢だ。そして僕は凄まじい苦痛の中で断末魔の悲鳴を上げてこの世を去った。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。